全口太美ことは、日本の男性キックボクサー。東京都出身。チームてっぺん所属。J、ネットワークライト級、王者。2010年 J、ネットワークライト級新人王高い孤立を誇る、ゴーワンファイター。2010年4月18日、J、ネットワークライト級新人王決定トーナメント1回戦で、プロデビュー。同年7月に準決勝、同年10月に、 決勝戦を行う予定だったが、2試合とも、相手選手の欠場により、新人王となった。2011年4月17日、ナイツ76で、タスクに勝利し、デビュー戦から6連続個勝利という異業を成し遂げた。2013年8月18日、j キック k 2 0 1 3ロードツーザキングオブジェサードにて、ハズソーンパヤックに 1RKO 勝ちして、J、 ネットワークライト級王者を獲得。2017年7月16日、ハードヒット、新規場大会で全日本プロレスの青木敦史と、エキシビジョンで対戦。12月30日、ハードヒット、イエス、ウィーアーハードヒットにて、唐沢市美と対戦。本業のキックボクシングでは2017年8月の、勝ち戦以来、5連敗を喫していたが、2019年11月に、 宇治原文雄に勝利し、連敗ストップ。2019年5月13日付で、フェニックスから、チームテッペンへ円満移籍した。2020年9月のライズでは階級を下げても森本、強権義久と対戦し、判定勝ち。2021年7月22日、東京、有線ストディコストでの、ノーキックノーライフ新賞ゆい独尊大会で、キックボクサーを引退。 相手には森洋介を指名。2R3 分2秒で小負け。同年8月25日には引退に密着したドキュメンタリー番組 n k n l u がドクソンが BS11 で放送される。2021年8月22日、富士通スタジアム川崎で行われた真夏の変態祭りでの青柳良星本田流、アキラ戦でプロレスデビュー戦を行った。 黒ショートタイツにレスリングシューズ姿で登場し、あえてキックの技術を封印し受けて立ち、要所要所で、ドロップキックを連発するも、逆エビ固めにギブアップ。プロレスにおいては、飯伏プロレス研究所所属となる。ありがとうございます。